未来は夢でできている。未来に残したいリーダーたちの夢。今夜の夢追い人はスマイル&トゥース社長原田亮。提携歯科医院は全国におよそ300、歯の矯正を目的としたマウスピースの製造販売を行うスマイル&トゥース。社長の原田さん、幼い頃の夢は？経営者になることですね。両親ともども経営者だったこともあり、漠然と自分も将来経営者になりたいなと。大学在学中に起業。そのきっかけは、私の母が江戸時代末から続く老舗の和菓子屋さんを家業として経営しておりましたが、私が大学入学すぐですね、20億以上の負債を抱えたまま民債制法適用となりました。まあ、その時の辛い経験、辛い思いから覚悟を決めて、もう在学中に絶対起業してやろうと。起業にあたり歯科分野の事業を考えた理由は、米国留学を通じて米国の人々って歯並びが良くて歯が白くて定期的な歯科医の通院が当たり前であることを知ったんですよね。日本人の歯に対する根本の意識、美意識を変えるべく歯科分野で事業を起こし変革を促してきた。しかしそれは簡単なことではなかった。歯科医師とのリレーション、監修医師の選定は本当に大変でした。ひたすら会う、もう紹介してもらった、すごい泥臭い作業ですけど、やっぱそれがないとやっぱ事業も進まないですし。そしてやっと共感してくれる歯科医師に出会った。事業はスタートしたものの提携委員数が伸びず、そんな中で転機となったのが、パッと見て理解できるサービス名の時にマウスピース矯正ローコストっていうサービス名に変更したんですよ。現在全国280人まで達成しましたので、やはりそこまで急成長したっていうところが私にとって転機になるかと。そんな原田さんの仕事に対する思いとは、逆境に立たされるとやっぱり人間やらざるを得ないというか、もう絶対くす底舐めても成功したいなって僕の中で思ったんですよ。もう何事があっても絶対諦めないけど絶対成功すると思うので。原田さんの未来に残したい夢。歯医者さんと二人三脚になって、まずマウスピース矯正自体の認知度を上げ、人々を健康に幸せにできればと考えています。歯の健康を通じて世界中の人々を幸せに、これが原田さんの夢遺産。